皆さんこんにちは、キャンプ国です。僕はですね、結構写真とか動画が大好きで、まあ、ちょっとエモい写真とか動画を撮って、それをですね動画にして皆さんにね、YouTube 上でこう共有しているわけなんですけども、なので、カメラに関してはね少しこだわりたいなというふうに思ってるんです。まあ、今回はですね、そんな僕みたいな人に最適なカメラなんじゃないかなというものをご紹介します。それがこちらになります。どーん、これ、OM システム OM5 になります。以前はですねオリンパスのロゴだったんですけども、今回はですね OM システムというロゴに変わっております。かっこいいですよね。ちょっと角張ったデザインがね、レトロ感も出てたりとかして、すごいかっこいいカメラだなというふうに思っております。それではですね、基本スペックから順番にご紹介していきたいと思います。OM5 の基本スペック、実はですね、以前最上級モデルの OM1 の方をですねご紹介しております。まあ、これまでねカメラ使ってて違和感があった部分ですね、それが見事に解消されている、すごいねいいカメラだなというふうに思ったんですよ。今回ですね OM5 に関してですね、 OM1 と比べると、まあスピード感はねちょっとやっぱ OM1 の方が、グレードは高いなっていう感じはするんですけども、それ以外の機能性に関してはですね、この OM5 の方もですね、まあ、こんだけね、小さいカメラなんだけども、すごくね、ハイスペックなカメラだなっていうふうに、思います。携帯性に関してはですね、こちらカメラ本体で 414g というね、重量になります。かなりね軽いかなというふうに思います。で、スペックに関してもですね、マイクロフォーサーズという、まあ高画質なスペック、そして、機能がですねかなり多彩になっております。まあ、これだけね多彩な機能で、これだけ軽量コンパクトっていうカメラはね多分他にはないんじゃないかなというふうに思います。まあ、あとですねこちら、ついてくるレンズ、こちら今標準レンズをつけているんですけども、まあ、レンズキットを選んだ方はですね標準レンズと望遠レンズがありまして、標準レンズ望遠レンズともにね、すごくスペックが高いので、わざわざ買い替える必要がないんです。結構よく聞くのがですね、まあ、標準レンズはついているやつは大体そのレンズはおもちゃだっていうのを聞くんですけども、これに関してはねかなりしっかりしているので、もう買い替える必要がないっていう話ですね。それでは、OM5 の、スペックもっと詳しくご紹介していきたいなと思います。まず一つ目ですね、手ブレ補正がやばいんですね。OM1 の時もですね、手ブレ補正すごかったですね。で、OM5 もね同等なぐらいの、手ブレ補正が効いてて、まあ前回試した時はですね、本当なんか動画撮影とかでこう手持ちで撮影しててもなんかこう軽くスタビライザー効いてるみたいな感じの手ブレ補正感なので、結構ね動画撮っててもちょっとエモい感じでこう、ね、流れる動画ですね撮れたりとかするんですよ。で、手持ちとかで星空撮影する時もねこの手ブレ補正効いてくれるので、すごくね起動性早いですね。もうカメラ手に取って、三脚も立てずにですねパッとこうね動画撮れたり写真撮れたりとかするので、その辺ねすごくいいなというふうに思いました。で、二つ目ですね、めちゃくちゃ丈夫っていうスペックですね。で、 OM5 に関して、すごいね雨とか台風とかで、びちょびちょになっても大丈夫っていうぐらいね、水に強いカメラになってます。まあ、雨キャンプとかでね撮影すると結構濡らしちゃうんですよ。僕一回ね、全然別のカメラなんですけども、雨漏りした下にですねカメラを置いてしまって、まあ、びちょびちょになってしまって、結果壊れてしまったことがあったんですね。なのでやっぱり雨キャンプの時にはですねできるだけこうね、デリケートなものだと思ってたんで、こうなんですかね、雨具の下に入れたりとかしてね、かなり、まあ、神経を使うというかね、それがですね、そこまで神経使わなくても、まあ、ある程度濡れても大丈夫だよっていうので、ね、すごい安心して使えるカメラということですね。あとはですねこのカメラのレンズを取り替える時ですね、まあ、こんな感じでレンズ取り替える時なんですけども、このレンズの中ですよね、中のですねセンサーが振動して、まあ、ゴミとかホコリをですね飛ばしといてくれると。それからレンズをこう取り替えるので、まあ、外でですねアウトドアシーンでこう取り替える時でも、
まあ、安心して取り替えることができる、まあ、そんなスペックが備わっているよっていうことですね。はい、3つ目、自然を美しく撮る機能性がね、たくさん備わっております。まあ、今回はですね、そんな中でも2つ、ちょっと使いやすそうな機能があるのでご紹介してみます。1つ、美しい川の写真が撮れるライブ ND 機能です。まあ、ライブ ND 機能って、なんかこう川の写真撮るじゃないですか。流れてね、さーっとね、さーっとしてるやつ撮るじゃないですか。あれ撮ってみたいですよね。で、あれ撮るときですね、結構このなんか周りが明るかったりとかするとスローシャッター機能でね、結構白く飛んでしまったりするんですよ、写真が。で、その時に、フィルターをですね、別でこうつけてあげなきゃいけないんですけども、それをつけなくてもこちらの機能で、調節してあえてこう暗くして、で、スローシャッター切れるっていうね、そんなスペックがついてるんですね。まあ、たまたまハイキングして思いつく川があって、あ、ちょっと撮りたいなっていう時にですね、まあ、ちょっと機能、こちらの機能を使ってパッとこう撮れるみたいな、まあ、フィルターはですね、別で持たなくていいっていうスペックになってますね。2つ目、美しい星も撮れるライブコンポジット機能になります。まあ、星を撮るときにちょっと円形になる、ね、星の写真あるじゃないですか。こう星の軌跡がこう、ね、円形になってるやつね、あれがですね、コンポジットっていうんですけども、それをこのカメラのモニターですね、まあ、これモニターこうなったり、ね、こうなったりするんですけど、まあ、このモニターを見ながら、星のね、コンポジットですね、撮れるっていうね、スペックになってます。ここに映しながら撮るっていうのがね、なかなかやっぱないで、まあこれね、まあ、直感的にこう撮れる、失敗したらまあやり直せるみたいな感じになるので、すごくね、安心できる機能なんじゃないかなというふうに思います。で、4つ目ですね。4つ目はですね、ショートムービーにも対応しております。縦動画にもですね、対応してますので、まあ、縦動画撮って、TikTok に上げたりとかっていうこともできます。まあ、これまでですね、基本なんか縦動画ってスマホで撮らなきゃいけないイメージがあったんですけども、まあ、今後はですね、こういう、まあ、ショートムービー対応のカメラで結構エモいね、ショートムービー出てくるんじゃないかなというふうに思います。5つ目、星空も撮れる焦点機能があります。焦点機能って AF 機能って呼ばれてる、まあ、オートフォーカスですね。ピントがすぐ合う、そんなスペックですね。明るすぎるシーンとか暗すぎるシーンとかでもすぐピントを合わせて写真が撮れるというね、機能になってます。まあ、あとですね、星空にもですね、焦点を合わせる、まあ、星空 AF 機能っていうのが備わってますので、まあ、こう手持ちでね、パッとこう撮りたい時に星空ですぐ焦点を合わせてパッと撮ったりとか、まあ、ライブコンポジットの機能もあるんで、まあ、それとね、組み合わせて、より綺麗な、ね、写真を撮ることができるんじゃないかなと思います。はい、まとめですね。まあそんな感じの OM5 の紹介になりました。結構ね、さっくりとした紹介になるんですけども、まあやっぱり実際に使ってみたいなというふうにすごく思いますね。まあ僕の場合結構ね、ハイキングとか自転車キャンプとかキャンプで、すごい過酷な環境下で使うことも多いので、まあなんかそれについて来られるカメラなのかとか、まあどれだけ使いやすいんだろうなとかね、ちょっと試してみたいと思います。なので次回はですね、実際に使ってみて、どんな感じだったのか、こちらをですね、ご紹介したいなと思います。なのでね、またちょっと2ヶ月後ぐらいになると思うんですけど、ぜひね、こちらの使用感も見ていただけたら、あとこちらの使用感もですね、見ていただけたら嬉しいなと思います。ぜひ楽しみにしていてください。それでは皆さん、さよなら。ご視聴ありがとうございました。いいねやチャンネル登録していただけると今後の活動の活力とありますので、どうかよろしくお願いいたします。ミニマルズギアーズでは YouTube やブログで軽量化したキャンプ道具の紹介がメインですが、オートキャンプからバックパックキャンプ、自転車キャンプ、ハイキング、ロングトレイルまで様々なチャレンジをしておりますので、ぜひ見てください。またオンラインショップではオリジナルステッカーとか T シャツ、手ぬぐい、そして僕のお気に入りキャンプ道具をですね、販売しておりますので、一度覗いていってくれると嬉しいです。